川越城の戦いは、戦国時代に、武蔵国のような城であった川越城の争奪を、めぐって、川越城周辺で争われた一連の戦いを言う。北条総運の着難、後北条氏の二代目、当主、北条氏綱は、武蔵国征服のため、武蔵国を支配していた上杉氏の居城、川越城に、侵攻、1524年から4度にわたる。 争奪戦が展開された。川越城の戦いで特に有名なのが、関東の政局を決定した大きな戦いとなった五度目の天文15年の戦いで、日本三大奇襲の一つ、川越野戦である。本校では、川越野戦について詳述する。川越野戦は、北条氏康軍と、上杉の政上杉友貞足利春氏の三者連合軍が、 武蔵国の川越城の付近で戦闘し、北条軍が勝利を収めた戦いである。室町時代後期から関東地方の覇権をめぐり、小学坊と関東官僚が対立し、さらに関東官令の上杉氏の内部において関東官僚を接襲する本家筋の三内上杉家と相模、武蔵を地盤に力をつけた初家の一つ、大木谷上杉家とが対立してきた。その感激を縫い、 大喜多谷上杉家領であった相模において、北条総雲が台頭、大喜多谷方の大森氏、三浦氏を滅亡させるなど勢力を広げた。総雲のこの北条氏綱は、英承の乱で、古学坊、関東官令双方が内紛で混乱する中、武蔵に進出し、江戸城、ついで天文六年に、武蔵の水曜の地であり大喜多谷上杉家の当主、上杉友貞の居城。 川越城を落とし、大木谷上杉家を滅亡寸前まで追い詰めていた。しかし、宇治綱が没し、後を継いだ着難、北条宇治安は継承早々に一大危機を迎える。天文十四年七月下旬、今川義元が関東官令の上杉の政と内通して背後から巨兵、駿河の北条領に侵攻する。宇治安は、駿河に出陣する者の,の武田島でもが出陣してきた。 ために、状況は不利であり、さらに在人中に両上杉の大軍によって、川越城が包囲されたという状況が知らされた。そのため10月下旬に、武田春信の圧戦で、吉本に情報することで、屈辱的ながらも和睦を成し遂げた。11月初旬には生死を交換した後に条件が、履行され、宇治安は強撃されている。絶対絶命の危機の中で正法を治め、 関東方面へ転戦できる状況を得た。関東方面では、宇治安の妹婿であった小学坊の足利春氏は、関東関連に支援され、路線を変更して、兵を動員。三内神杉家と、大木谷上杉家の両神杉家も和睦し、三氏は、同盟を締結して、武蔵を確保するため共通の敵、北条氏への総反撃を決定。 一部の北条方の武士を除く関東の武士すべてに号令をかけ、上杉の政、上杉友貞、足利春氏それぞれが自ら自軍を率いて、北条氏の拠点、川越城の奪還を開始した。この戦いの模様を伝える、当時の資料は少なく、以下は主に構成成立の資料や、軍伝、軍記による。天文十四年九月十六日、関東管令の三内。 上杉や、大木谷上杉や、小学坊の足利春寺、その他関東諸大名連合軍は、約8万の大軍を持って、北条氏の川越城を包囲した。一説によれば、関東のすべての大名家が、包囲軍に参加して、加わらなかったのは、下宇佐の千張種のみだったとも言われている。山内則政は、城の南に陣を張り、大木谷ともさだは、城の北。 など三方を包囲した。川越城は、宇治安の義弟、北条綱主家が約三千の兵力で守備していたが、増援がなければ、落城は時間の問題であったため、今川との戦いを収めた宇治安は、本国から約八千の兵を率いて、救援に向かった。またこの間、大田市県の調略に成功し、川越城へのルートを確保している。 食料を十分に蓄え牢上した綱重は半年も耐え抜き、戦況は数ヶ月間膠着状態であった。この間、長陣に飽きて、上杉法の繊維は低下し、軍立は主観していた。宇治安の救援軍にいた福島勝弘が死者を申し出て、短期で上杉連合軍の獣医を抜けて、川越城に入城、兄の綱重に奇襲の計画を伝えた。宇治は、 連合軍に対して、偽りの降伏を申し出て、詫び状を出し続ける。まず、足利春氏に対して、諏訪様之助に依頼し、城兵を除名してくれれば、城は明け渡すと申し入れ、上杉方には、日立の織田政治の家臣である、菅谷定氏に依頼し、綱重を除名してくれるならば解状し、今までの争いについても、詫びの上、我らは、久保家に仕えると申し入れた。 だが、上杉軍は、受け入れず、逆に、北条軍を攻撃したが、宇治安は戦わずに兵を府中まで引いた。これにより上杉連合軍は、北条軍の背には、低いと判断し、およそ10倍近い兵力差もあって、楽勝気分が漂う。天文15年4月20日の夜、宇治安は、自軍8000を4体に分け、そのうち1体を大目も途中に指揮させ、 戦闘終了まで動かないように命じた。そして宇治安自身は残り三体を率いて敵陣へ向かう。この時、宇治安は兵士たちに鎧兜を脱がせて身軽にさせ、山内、大木谷の両上杉勢の地に突入した。予期しない敵襲を受けた、上杉勢は大混乱に陥り、大木谷上杉軍では、当主の上杉ともさだ、南端県へが、内地に、 三内上杉法では、上杉憲政は、なんとか戦場を脱出し、上州平井に敗走したが、重鎮の本間公衆、倉賀の行政が、大客船で打ち死にした。宇治安はなおも上杉勢を追い散らして基人深くに、切り込むが、戦況を後方より見守っていた、田目本忠は、危険を察し、掘ら害を吹かせて、宇治安軍を引き上げさせた。城内で待機していた。 ジオー八幡綱重は、この木を捕らえて撃って出ると、足利春寿の陣に、勝った、勝ったと叫びながら突入した。すでに浮き足立っていた、足利勢も、綱重軍の猛攻の前に散々に打ち破られて、本拠地の古川へ遁走した。一連の戦闘による、連合軍の死傷者は一万三千人から一万六千人と、伝えられている。北条軍本隊川越城両上杉。 足利連合軍三内上杉軍、大木谷上杉軍足利軍この戦いの結果、当主を失った大木谷上杉家は滅亡、本拠平井城へ敗走した関東管令の三内、上杉家も戦いを契機にこの後急速に勢力を失った。上杉の政は劣あれ挽回を意図して、信濃の村上の力よらと上進同盟を結び、古法上氏の構成に対抗することを目論んだ。 しかし、村上白との同盟を結んだことによって、品の進行を目指す武田春信との対決を余儀なくされ、尾代元の戦いにおいて、再び多数の将兵を失った。このような状況下、県政を見限って御法上方に基準する配下が、相次ぎ、県政は居城の平井城を追われて、長岡景虎を頼り越後へ落ち延びることになる。同じく敗走した小学坊の足利春氏も、 この直後に五章を包囲され降伏、隠居した。その際、長男であった富士氏ではなく、北条氏出身の母を持つ次男の吉氏に家督を譲らざるを得なくなり、自身は幽閉を余儀なくされた。一方、北条家は関東南西部で勢力圏を拡大し、戦国大名としての地位を固めることになる。交渉、春三国同盟の締結により、鶴が今川家や、 会武田家との対立に終止符を打つと、関東制覇を目指し越後の上杉家や日立の佐竹家や暗房の里見氏との交渉に突入する。この戦いによって、関東久保をたる足利家と、その羊である、関東官令の権威と軍事力は、決定的に失墜し、代わりに、後北上氏をはじめとする、戦国大名が躍進した。このことは、関東、東国において、 室町時代の枠組みが消滅したことを意味している。それとともに、ご法上市の関東での権力を確かにした戦にも、なった川越城の戦いは、約10倍の兵力差を覆しての勝利として、戦史上高く評価されているものの、資料によって、合戦の年月日が違うなど不明な点も多く、さらなる研究が待たれる。近年では、前後に起こった何回かの合戦が、 天文15年4月20日の出来事として集約されて伝わったとの説が有力である。上杉、足利連合軍の動員数や野戦であったのかについては不明な点があるが連合軍側が北条軍より数的優位であったことと大規模戦闘があったことについては資料や検証で確認されているずつ書状。また戦闘の経過については後にではあるが宇治安が 両口において同時に切り勝ちを書き残していることから、牢城側と小詰側で何らかの連携があったとされる。川越野戦の激戦地と伝えられる東明寺の境内には、川越野戦後の石踏みが建てられ、将兵の遺骸を収めた藤塚が残る。法暦年間に掘ったところされ神戸が五百体ばかり出たという、塚の上には稲荷諏訪天満宮がある。これは、南畑県営が、 川越屋線で、東明寺口の古い土に落ちて死んだため、霊を祀ったものである。当時、東明寺は広大な寺寮があり、その門前町は鎌倉時代よりにぎわった。そこが戦場になったことから、古くは東明寺口合戦とも言われた。明治期の道路工事でも、一帯からは、おびただしい人骨が出ている。もっとも、こうした人骨を、 川越野戦の犠牲者とするのは、野戦の実在を前提とした話であり、口述する川越野戦において大規模合戦はなかったと主張する研究者の側からは、中世、川越の外れにあった東明寺周辺に、鎌倉の由比ヶ浜や静岡県の一の谷、墳墓群遺跡のような大規模な墳墓群が形成されていたと考えるのが自然であるとする反論がある。 川越城の戦いは大規模な牢城戦の中、ゲリラ的な襲撃はあったものの、白兵戦のような大規模な衝突は存在しなかったと、する説が黒田元木など一部の研究者から提唱されている。その根拠として、ご北上氏側において、この合戦に関する感情が存在しないこと、上杉智貞が死亡したする記録はあるものの、 誰が撃ち取ったかなどその死の状況を示す記録はなく、陣地における病死の可能性も否定できないこと。北条氏康の書状でも、山内上杉氏の陣地があった、川越郊外の砂窪で3000名を撃ち取ったことや、この戦いを仕掛けたとされる南端男状を撃ち取ったことは記されているものの、城そのものの攻防戦については、触れられていないことが挙げられている。また、 川越市立博物館小像の殿工寺過去町の天文15年4月15日欄外に川越はじめ船うちじに2824人とあり3000名規模の犠牲者が出ている点は史料的に一致している一方で通説よりははるかに少ないこの説によれば川越城の北条軍が上杉軍に包囲されて牢城船に入ったことは事実であるが 上杉智貞の旧市で、包囲軍が崩壊したのが実情で、大規模な野戦の描写は、北条五代機、関八州古全六など、後世の軍記物による創作に過ぎないとする。ありがとうございます。